取材班です。すいません、はい。これからバッテリー等を買い出しに行きます。はい、現金が不足しております。現金をこちらに持ち出している方、ぜひお貸していただきたいと思います。すいません、申し訳ありませんが、現金をお持ちの方、貸していただけないでしょうか。よろしくお願いします。あと今日ヘリコプターで飛ぶ人いるのかな。ヘリコプターで飛ぶ人誰ですか。本店役割は現金。青森県八戸市の白木公民館に来ています。こちらには今およそ万半万半白金公民館では本部席に来てもらえますか。しました。市役所から弁当とバナナの配給があり、山菜との保安班いいですか。ちょっと聞いてください。山菜と保安班金ないっていうな、そんな泣かすわけない話ですよ。まあ、今の装備の件ですけども、1F でまず、必要なものをちょっと数量リストアップしていただけますか。それを本店で、2F と柏と相談、調整いたしますので。 1F 了解しました。じゃあよろしくお願いします。すいません、本店、本省からの指示の内容で、電源関係が非常に重要な状況にあるということで、 2F に今一つSLC につなぎ込んでいるケーブルがダメだという話も踏まえてですけど、 2F 側からケーブルを供給できないかとか、あるいは電源所を供給できないかということは至急検討して、対応すべきであろうというのが一つ。それから広野にあるものを、で使えるものを SF に供給するということを静かに、ちょっと皆さん指示を受けてますので、ちょっと静かに、そのことについて、至急確認する必要があるとということで、2F、いらっしゃいますか。それから 1F、 2F で、これから 1F と必要な機材が何かということの確認をしますが、そうしましたら、1F の方に運んでいくということについてご協力ください。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。繋がってんだっけ。2F です。はい、繋がってますか。繋がってます。はい、広野から運び出す件については、こちらで協力をするということで、準備を進めたいと思ってます。はい、それから、それ以外の物品についてはですね、改めて 1F からの指示を待ちます。特に高圧の電源車だとかケーブルとか、今ちょっと使いたかったものが使えてないという状況、非常に極めて危険な状態なんで、これを何とかするというところについて、よく相談してください。それから 1F の、管理をされている方、今どなたいらっしゃいますか。吉田所長はいらっしゃるからあれなんですけど、吉田所長、 2F とそういうことで協力して進める必要があるんで、必要なものを 2F に言ってください。はい、了解しました。もしもし。ちょっとね、現金が扱いが難しいけど。大丈夫です、僕は把握してます。大丈夫です、お願いするかお願いするか、僕多分そっちじゃない方がいいと思う。チーフの燃料の人が飛びます。だからヘリコプターからでも来る。そこに現金ボットを持たせる。ちょっとまあお金の扱い難しいところだ。カバン詰めてじゃないの。そんな資金がないでどうだって言うな、情けねえ。乗ってくれる人の話向こうで言ってんだから、もういいんだけど、と今やろうとしてることっていうのは、はい、バッテリーの話が出てるけど、これは RCIC の話か。 RCIC です。
本省が思い描いてるのは RCIC とか高圧系を生かすためにバッテリーが必要だから、それを J ビレッジとか EF とかどちらかから持っていけるものはないかということです。特に J ビレッジに川崎火力から持っていったバッテリーがあると認識しているようで、それ電圧は合ってるのか、それは合ってるかどうかは移動しながら確認すればいいだろうと、うん、まず運んで、まず運ぶ、あと時間的には どんなくらいのイメージかね。ご説明しましょう、うん、燃料の関係なんですけども、うん、損傷開始6時15分、有用開始が8時15分。6時15分損傷開始。損傷開始。8時15分、有用開始。で8時30分に圧力到達でベント。これちゃんと仕組みがうまくいけばですね。それが今の。今でこれがちょっと若干早まってですね、最後の決定7時半まで早まってです。これが8時半が7時半が7時50分。7時50分。今の推定が。これがそうです。これが最新です。ですからこれも若干ずつ早まってる。一方で作業なんですけども、電源のつなぎ込み。あれが8時目標で進めてましたけども、現実には9時ぐらいになるんだろうというようですね。ちょっとまずいな、はい、で今ケーブルが昨日の爆発で流されたって新しい情報が入って、はい、流された。ケーブルが昨日の爆発で、うん、1号の横に置いてあったので昨日の爆発で傷んだと、はい、で川のケーブル急いで探してるのが最新情報。ケーブルもまた調達だな。社長はこれ。一連の話としては HP 社へ提出して。本店本部で連絡です。各班さん、本店本部で連絡です。